回配信することに1回は絶対になっちゃうんですね、こういうことに。はい、呪いですかねこれは。え、ぶち切れちゃいよ。今日は早めに出ましたね。今日は早めにぶち切れたね。なんでぶち切れ、いやよ、ぶち切れしないでくださいって感じです。アップデートした、何を、ショールームとかアプリは勝手に私アップデートされるんで、常にアップデートされてるんですけど、あの iPhone はあのアップデートしてないです。もうピエンの絵文字出ないぐらいのアップデートしてないです。携帯がちょっと古いです。あ、高野さん買いました、大橋家になってる、ありがとうございます。最近切れないと思ったりね。なんでなんで、機種変しようよ。そう、機種変しようよ。いや、お父さんにあのもう容量もないし、最近ちょっとやっぱのもうあのね、そう、機種変したいなって言ったら、 iPad に写真写せばよくないみたいに言われてってなったよね。ひどい、びっくりした。いや、写真こっちに全部入れときたい派なので、 iPad は動画を入れるようなのでさ、ひどかった、悲しい。はい、クラウドにあげられない、私なんか自分のあの自費でなんかさ、あのなんか毎回コンビニでカードを買って、あの iCloud に なぜかお金を払ってるんですけど、よくわかんない iCloud でも、 iCloud にしたら、うん、わかんない、なんかどうしたらいいかわかんないです。はい、まあプロフィールをちょっと書き直していこうと思います。そう、ちゃんと書き直そうと思いますよ。マウスマコ、あれニートだよね、ニートじゃない。自撮りめちゃめちゃあるの。え、自撮りは自分の一人の、いつも弱めに送ってるような一人の自撮りはもうすぐ消しちゃうんですけど、あの公演とかライブっていうんですかね、コンサートとかであのみんなと撮った写真はなかなかちょっと消せなくて、メールに送る写真とかもあるからさね。一般人なら Google フォトで済むけど、いやーね、私もさ買った時は一般人だったのですよ。一般人なんですけど今もう分かんないけど、あのそう、買った時は本当ただの普通のその辺中学生になるので、あの、まあ、どうせ友達ないからそんな写真撮んないでしょみたいに言われて、一番少ないギガじゃないな、容量にしたら、あのなんとまさかね、写真たくさん必要でした。友達いるよ、うつわこ。そんないなかったよ。あとね、3人いたけど、あ、2人かな。いや、大人になっちゃった。でも今全く喋ってないから多分0人かな。休憩以外は友達く、あ、休憩が友達。0人、今は0人です。でも9期とかいるからいいかなって感じですね。そう、あ、確かにお姉ちゃんが友達って感じあるかも。孤独の向こう。はい、じゃあプロフィールを書いていきたいと思います。え、どうしようかな。スケーフォーテート9期研究生、今度こそは綺麗に、あ、ちょっと綺麗に描けた。 S K E48、ちょっと綺麗に描けたかもこの前より。9
意外とケーキ研究生、ちょっと研究生がうまく書けなかった。漢字間違えないでね。間違えません。9は間違えないよ。研究生ちょっと書きづらいね。大橋も大きく書くんだった。そういえば忘れてた。はし、あ、今日は間がうまく書けたかもしれない。いつも間がうまく書けなくなると甲を投げやりにしてしまうんですけど、あのちょっと文字の上に上がってる、まあいいや、右肩上がりってことで。あ、15分経過しました。65日連続配信中、イエーイ。パチ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 、ありがとう。なんだっけ、東京都出身。あ、これ出身そういえば書いてないな。じゃあ出身も書きます。東京って難しいね、書くの。この縦っぽい感じめっちゃ苦手。東京、出身、うん、新、大丈夫だよね。あ、よかった、合ってた。出身、あ、趣味特技も書いてないね。でも張り切んないそれじゃあ。趣味ってどうやって書くの？走るに取るね。どこに入れるかな。趣味散歩。散歩、特技おから蒸しパン作り。確かにおから蒸しパン作りですけど、ちょっとこんな風に入れちゃったし、ギリギリに、すごいギリギリに入ってる。新って書いとくか。新高校1年生、
私一人できるかな。なりま。お。はい。新高校1年生になりまこ。できた。目標が低いですか？一人は目標低め？そう、字がつめつめですね。ちょっとつめつめなんですけど、ちょっと 色つけようかな特技おから蒸しパン作りもあるけど、キュッキュッキュッ。5時間いけます。特技アバター職人。そう、特技ウニアバ作るの。素作りか料理。ね、最近の趣味散歩。じゃあプラス料理もしとくね。料理も入れときますやばい、料理ってなんだっけ。あ、大丈夫、合ってた、よかった。できた。合ってますか、全部漢字。てか見えないよね多分料理なんか付け足していこうかなと思います。趣味散歩料理。趣味散歩と料理とかめっちゃ可愛いじゃない。好感度アップよ。でも本当のことだよね。本当にね、料理毎日てか昨日か一昨日ぐらいから始めたんだけどなんか惜しい？なんか惜しい？下が空いてる？名前はやはり大きい方が良かった。ちょっとね、でもルーム名は大橋まこだからなちょっとこう下空いてるよね。じゃあ書き直したいかも書き直しちゃい？新でも書き直したくないねん枠をちゃんと囲ってあげないとわからないぐらい爪爪ですな。これココちゃんがいるよ。ココちゃん来てるの？サイの色も入れましょう。あー、もう入りきんない。でもさ、大きく描かないと見えないよね。紙継ぎ足す？芯を強調。芯下に団子の絵。そんなスペースあるかな。ちょっとあの色がね、あ、緑持ってない。あれ、あ、緑持ってませんでした。あ、ボールペンであるかも。あ、ない。あれ、ないっすね。緑のペンがない。新おつまこ新おつまこはい、名前は大橋まこ。オレンジも持ってない。あ、結構持ってない色多いな。全然物持ってない。で、持ってる蛍光ペンもあのパステルカラーみたいなのしかないからね。あの本当に薄くて色ついてるのかも分かんないペンを買わなきゃ。つまこは書いたっけ？書きました。明日買うものが決まった。明日ね、買いたいけどさ、100均まで行くのあれだなって。
あ、上を開かせた方がいいよね。テープ貼るからね。うん、新学期に合わせて購入。そうね、学校で色鉛筆でも貸してくれない？多分。だから買う必要なさげだけど、あ、でもあるかな。そう、あの文房具本当に持ってなくて、ハサミとホチキスとか持ってるんだけど、色鉛筆も持ってないし、うん、散歩で行ける距離に100均ないのありますよ。あるけどね、100均ってなんかさ結構人いるんだよね。コピックは常備。コピック持ってない。テープを貼ります。ちょっと横着して全部一気止めしちゃおうって考え。あ、いけるいける。買った。横着して失敗したらみんなに言われるから。この辺かな。貼れました。白飛び半端ない。私の髪の毛のせいですね。髪が黒髪なので。よきよき、できました。ちょっともうちょっと近づけてね。この辺で、あ、粘着力弱いかも。できました、できました、できました。はいよ、どうです、上出来。趣味が老後。散歩と料理、確かに老後かもしれん。もう少し色が欲しい。ま、色ね、これこれしか持ってない。あ、これ全部使ったんですけど、薄すぎて全然わかんない。そう、私ノートとか可愛くしたい系女子だったから、あのパステルカラー、ソフトカラー傾向しか持ってない。これが若干濃いかな。これ芯だけ見えてるかも。名前を強調しよう。いや、むっす。わかんな。たけりやさん、尊い、ありがとうございます。あ、15歳っているとこ。あ、待って、大丈夫かな。あ、大丈夫。いや、15薄いな。妻子過去15。あれ、15歳でかね。本当に15歳です。まだ16じゃないです。後ろの桜もかわいい。可愛いでしょ。可愛い服なの、桜んぼ。
15ちゃん今子、そう15歳だよ。後ろのね、前にもあって、前にもいます。シュワッチ校庭を楽しむ2000人の視聴者さん、ありがとうございます。自己紹介を書いています。テロップおつまこの自己書いたよ。うん、15歳に見えない時本当。でも最近ナチュラルメイクなので今日とか15歳に見えると思うんですけど、どう？監視まこ、はい、スマイルハートさん、いいね、ありがとうございます。源茶さん、ハートありがとうございます。塗りまゆさん、花束とかわいい、ありがとうございます。あ、三色団子とチューリップもありがとうございます。山さんもチューリップありがとうございます。ふーわのめぐねさん、三色団子ありがとうございます。山ほう3号さん、ハートたくさんありがとうございます。14歳に見える？1歳若返ってます。やった、うにちゃん団子も塗るしかねえ、ピンクしか塗れない。薄すぎて見えない。はい、ピンクだけ塗ったけど、わかる？この微妙な違い、拡大したらうっすらわかるかな、わかんないかなって感じですね。はい、見た目は大人、中身は子供。中身は大人ですよ。中身は大人ですから、あの精神年齢高め、全くわからんですよね。ねえ、あと2ヶ月後くらいで16、そう、あと2ヶ月で16歳なので、16歳になったら上から、5を無理やり6にしたいと思いますので大丈夫です。17歳になる子に頃には高2になるから、そもそも書き直すので OK。 そう、書き直してください。だって5と6っていけそうじゃない？ほら、ここをビッてやれば OK なんで、はい。でもなんかちょっともうちょっとうまく書きたいなとか、色鉛筆ゲットしたら書き直すかもしれないかな。あと2ヶ月で結婚できる年齢に。そうだけど結婚しないよ。大概失敗する。丁寧な6を目指そう。目指す。じゃあ誕生日プレゼントに自分で色鉛筆買うね。うん、プルルさん、三色団子ありがとうございます。鈴木さん、チューリップと三色団子ありがとうございます。結構ね、丁寧な結婚、丁寧な独身まこ、そう、丁寧な独身まこ生活する。ウニと結婚、はい。趣味散歩だったのか。そう、趣味散歩です。趣味料理もできるようになりました。そう、できてないけど最近チャレンジ精神で料理をしてます。今日、昔は料理するとか言ってもお菓子しか作れなかったんですけど、今はね、主食を作ろうと頑張っています。5月24日かに書き換えするか分かんない。うん、そう、コメントが全然さっき読んでなかったんで、ちょっとなんか読むべきコメントは探そうかなと。あ、大丈夫そうかな。フィナンシェ作ってほしい。フィナンシェって何よ、その。私あんま好きじゃないかも。料理できた方が自分のためにもいいからね。そうですね、やっぱいいですね、料理は。いつかレシピも出したい。いや、私人のレシピ見てばっかだから書けるか分かんないけど。おから蒸しパンのレシピ出そうかな。お米炊く。お米はでも全然余裕で炊けます。
私あの実家にいた時ママにお米炊いといてとかよくあったので炊き方は分かってます。ただお米をそこまで食べないから一回作った時に冷凍しといたらもうしばらく炊かないから、そうあんま炊かないかな。名古屋来てから自分で一回もまだ炊いてないかな。ママが炊いてた。実家にいた時は炊いといてって感じで炊いてたんですけどね、たまに。はい、明日何作りますか。でも明日は作んないかも。あでもブロッコリー茹でるかも明日は。そうご飯がねまだ余ってるから、そうお好み焼きと、あのお好み焼きを作る時に失敗した炒め物、お好み焼きになる予定だった炒め物がまだ残ってるので、それ明日食べる。あでも全然普通に美味しい。なんかあの全然やばい固まんないこれと思って溶き卵を足したんですよ。そしたらあの卵とキャベツ炒めた、あ卵とキャベツとウインナーを炒めたただの美味しいものになったので。まあ大丈夫。はい、明日何ね、あと専業主婦になりたいって言ってたじゃない。そう専業主婦になりたい。一人専業主婦になるか、さやたさんの専業主婦にあのなっとくとか考え中ですね。紐です、紐っていうか居候ですねそれは。卵焼きになっちそう、あのそぼろみたいな卵が入ってる炒め物あるじゃん、そういう料理みたいだったよ。丁寧なブロッコリー、ブロッコリーの炊き込みがそれ合うのかな、お腹いっぱいになりそう。すごい孤独な米とぎまこ、なんか妖怪みたいな名前じゃないそれ。米とぎまこってなんかなんだっけ、砂かけばばみたいな。なんかそれ妖怪みたい、妖怪米とぎまこみたいな。やだ、何をお手本にして料理してるの。自分なんか作りたいなとか、なんだろう、キャベツ残りまくってるから、なんかあれお好み焼きキャベツ焼き作りたいなって思って、あのおからパウダーで小麦粉の代わりにいけるかなと思って調べて作りました。普通にネットで調べるって感じ。レシピ本とかは買わないな。半年経っても芯ついてる。あ消えちゃったコメント。半年経っても芯ってぐらい芯がついてるプロフィール。炊き込みご飯とかできるようになったらいいかもね。え私も炊き込みご飯作りたいけどね、今冷凍してある。でも炊き込みご飯ママが作れるので、人参とお肉と何だろうね、あとごぼうは入ってなかった。でも無洗米最強、あ確かに無洗米最強ですね。多分名古屋に住んでから無洗米使ってるかも、わかんない。もち麦ご飯炊きたいな。でも今冷凍庫にほんとギチギチにお米入ってる、あの引き出し、冷凍庫のお米を入れる引き出しにパンパンに入ってるから。そうちょっとお米しばらく炊けないですね、消費し終わるまで。つまこはまだクロワッサン早いね。クロワッサン作れなくない？バターめっちゃ練るんでしょ最近。雑談多め、確かに雑談多めですね。なんか配信で何かをしながらやってないね最近。なんか作るのやる？なんか作ってほしいものありますか？あ、多分リクエストが通ることほとんどないと思うんですけど。うん。丁寧なブロッコリー。ブロッコリーです。まこちゃんパン派？いやパンもお米もそんな食べないけど、お米派です。お米が好き。次作りたい料理は？次は。鍋キューブたくさんあるんで、野菜買って野菜鍋っていうか野菜スープ作りたいのと、あお肉ちゃんと豚肉入れて作りたいのと、鶏肉
今度買ってサラダチキンちゃんと作ろうかなって思います。キャベツ焼けたのかな。焼けたよ。チャーハン作ったし、チャーハン、あ、いいね、チャーハン、チャーハンか。料理は経験、まこちゃんなら上手になるよ。そう、失敗しても失敗がね、いい経験みたいな、いい経験そう、今から餃子食べます。美味しそう。レイクさん、うま、ありがとうございます。 CT 大好きさん、三色団子ありがとうございます。大吉48さん、ありがとう、ありがとうございます。ゲンチャさん、バラありがとうございます。って感じ。ポトフいいよね、ポトフで。私野菜小さめに切りたい派そう、あとね、ね、あっあとなんだろう、小豆洗い、あ、そう、小豆洗い、それさっきの妖怪米とぎまこじゃなくて小豆洗いみたい。そう、砂かけパパじゃなくて小豆洗いだねホイコーローとか、ホイコーロー、あー私あんま食べないな、ホイコーロー。美味しいのかな、食べたことない。ロールキャベツ作る、ママが作るロールキャベツがすごい美味しいんですけど、自分で作ったことはないな。いつかもうちょっと料理上達したら作りたいな。夜中に米とぎまこ、米とがない、じゃあそう、じゃあ茶碗蒸し、あ、いいね、茶碗蒸し。前ね、レンジでできるプリンみたいなのを作ったらすごい茶碗蒸し、甘い茶碗蒸しだったカップラーメンチャーハン作って、私その動画見ました、最近。いや、カップラーメン好きじゃないんで、あれな、チャーハン作りたいな。猫さんいないの、猫さんは実家なので、今名古屋に私はいるのでいません。あ、ここにいます、猫ちゃん、ウニ冬っぺが時々料理作ってた。あ、そうなんだ。どんなの作ってたんだ。ポトフは大きめぐらい、多分大きめのだからポトフって言うんでしょうけどね。ね、ポトフ、でもママよくポトフ作ってくれる。明太子パスタ作る、あ、いいですね。パスタもおしゃれっぽい。パスタも私全然食べないな。はかり買いました。買ってないです、はかりは。売ってなくて、100均とかに。アヒージョ作りました。アヒージョって何、今更ですが。ジャガーリゴ作りますか。ジャガーリゴ、あ、いや、あの流行ってた時にやったことあります美味しかった、普通に。うどんを打つ、難易度高い女子はパスタ好きなイメージ。でもカルボナーラ好きかな。ファーストキッチンのカルボナーラ。流行りにはとりあえず乗る、まこ。そうよ、あれチーズドッグ作るの流行ってた時期あったじゃない。あれも作ったことある、実家で昔ね。次何作るかの話、そう、次何作ろうかなっていう話なんですけど、明日はブロッコリー茹でるって決めてます。レトルトあまりかない、あのカップ麺本当に美味しくなくてそう、カップ麺本当好きじゃなくて食べられない。うん茹でるだけ、そう、ブロッコリー茹でるブロッコリー茹でるってレベル下がった。まあね、でも大事じゃない別にあのブロッコリー食べるには茹でないと食べれないでしょなんでですか、料理のレベルが下がったとかじゃなくて、普通にあの塩茹でのブロッコリー食べたいのでそう茹でます、明日はそう、あとリンゴむかなきゃ、リンゴの皮むかなきゃっていうのと、あとトマトスープを明日には全部食べきんないとって感じ。ブロッコリーのカットも一緒切ります、切ります、自分で切ります。カップラーメン大好きで毎週食べてます。そうなんだ、カップラーメンはね好きじゃない、あ、でもあれは好きなんだっけ、トッポキ、トッ
ッポキみたいな、なんかインスタントのトッポキは好き。私コンビニスイーツが大好きで、ついついいつも買ってしまうんですよね。やめたい、マジで。本当に良くないよね。コンビニスイーツって地味に高いし、半端なくカロリーも高いから、普通のお菓子を買った方が絶対いいと思うんだけど、お菓子買うならスイーツ買いたくなっちゃうんだよね。ローソン派ですか？いろんなの、いろんなとこのを巡る派ですそう、コンビニスイーツ危険よ。シナモンパフェ食べると、今日ね、いろんなコンビニ探して、ポムポムプリンタルトを探しに行ったんだけど、全部売ってなかった。スーパーの方が売ってるのかな。そう、200円じゃするか言ったよね。高いね。でも100円ローソンの、バスチ100円のだったので、この前食べたんですけどなんか成分とかローソンとかの方が好きですね。そう、ね、100円ローソン今日ね行ったら、とろ生ケーキプリンが売ってて、すっごい美味しいんですよ。あれめっちゃ買いたかったけど我慢した、えらいウーバーイーツでポムポムプリン頼む。え、ウーバーイーツできるんですか？ポムを求めて7000歩ま、そう、その玉探すために7000歩歩いた。我慢えらい、えらいでしょう。でもチョコタルト買った100円だったからそう、食べ物の話多めになるよね本当に我慢してブロッコリー茹でるおつまこ、我慢してない、買ったんかい。まあ、チョコタルト、この100円のちっちゃいこのチョコタルトは買っちゃったよ。いや、まあ今日は食べないです。明日か明後日か。ブラックサンダー美味しいよね。今日ブラックサンダー買ったけど、ドロドロの時で涙、溶けるの。まこちゃんアイスクリーム好き？アイスクリーム好きだけど、夏は本当毎日パクパク食べるんですけど、冬は本当に一個も食べてなくて、今日あれ買いました。なんだっけ、なんか糖質 50% オフみたいなやつ買った。美味しくて、オレオのアイス私めっちゃ好きなんだよね。だから抹茶オレオ買いました。今日すごい久しぶりにアイス買った、一個だけ。でまだ寒くて多分食べる気になんないかも。でなんかね、今日ずっとこの赤いのができたの、何これ、虫刺されかな、ニキビみたいにプツってなってないの、何これ。いやよ、なんか内出血かなって感じ。何これ、出来物じゃん、プツってねしてないんだけど、なんか中身が赤いって感じ。虫刺されかな、花粉症じゃないです。蚊に刺された、なんだろうね、ウニ、ダニ、そこから目ができますが、やめて、やだ、そんな怖いこと言わないでください。ウニダニ、ウニダニね、虫刺されっぽいよね。薬塗ろうかな後で。ねえ、なんか気持ち悪い、怖いこと言わないで片方だけ、ここだけです。え、これ逆に両方できたら可愛いよね無皮塗ったか、無皮じゃない、皮膚科とかの薬で、エクボになったら可愛いね。ねえそんなチークは嫌だ。あ、だんだんヒーターが温まってきて、顔が温まったので、顔が温まってきちゃったんで切りました。今皮膚科の薬残ってる、めっちゃ残ってる。さすが天然チークのおつまこさん、そう、ヒーター入れてる。なんか今日ね、この部屋ね、一人でいると寒いんですよ、めっちゃ。そう、今ね、あれ、あ、19度だよ今、20度切ってるもん何気に寒かった、外の方が暖かかった。そう、
マママコは、マママコ今ちょっと出かけてます。寒いよねこの辺なんか。そう寒いね。何気に一人ぼっちマコ、一人ぼっち感半端ないこの感じ一人ぼっちマコ、孤独なマコ、世界で一番孤独なおつまこまだまだ暖房必要ね。暖房、小さいヒーターは必要だね。いや私真冬もこの小さいヒーターで過ごしてたんですけど。そう、まこちゃんにはファンがついてる。いいこと言うね、ありがとうございます。ね、見に来てくれてる方ありがとう。最近孤独アピールすると、確かに最近孤独アピール多くないですか。私、え、孤独じゃないと言ったら嘘だけど、孤独じゃない、ビジネス孤独ですか。本当にでも言うてビジネスじゃない。いや私が逆にみんなビジネスだと思うほどの本気です私はそう、でもココちゃんとかね、そうおつたんさんなんで孤独じゃないですね。おつたんさんプラスなやんあーやさんとか、あーやさん、あーやとか、この前はあーやと散歩行ったので孤独じゃないです。もこちゃんの配信あるから孤独感じないよ、ありがとう。高校デビューあるかも。私でも多分高校とかって人怖いからそうね。スタンさんもビジネスひどい、そんなひどい、ひどい、そんなわけないねん。そう、孤独でもすか、心配しないで、ありがとうありがとうございまこまたあつ森配信してね。またやります、今度みんなで。あつ森高校で生きりまこになれないならないと思うな。私あの声小さいから生きれないと思うそう、コナンさんブログに秘めたんと久しぶりに話したでもなんて久々にみんな会うから、久々だよね。急に金髪とか言って、高校生ってまだダメじゃないの金髪とか。でも髪の毛染めたら本当に髪が痛むし、私若干のテンパじゃないけど、あんま髪がねストレート、もともとストレートとかじゃないから、染めたらもう髪痛みすぎて死ぬと思う。今日なんかいつもより髪落ち着いてる。金髪はやばいよね。染めないな。染めるとしてもグレーとかっぽいの方がいいかな。自分が何色が合うのかっていうのを知ってから染めないと怖いよね。染めてすごい似合わないとかだったらさ嫌だから。もこちゃん今の髪が可愛い、ありがとう。あつ森の釣りのコツ、あの教えて。いつも伸ばしちゃう。あの音を感じ取るのとよく見極めるのが大事ですそう、ポンポンポツンってきたらすぐガカガカって。はい、キミちゃん金髪だった。キミちゃん本当に可愛い。もう最近もキミちゃん可愛い、キミちゃん可愛い、キミちゃんってすごい可愛いよね。あのねよくなんかコピ可愛いって言ってくれるんだけどね、あのねキミちゃん可愛いなんかそうツイッターをキミちゃんやってるじゃない、だから載せてる写真が本当に可愛い、あの可愛いズラかぶろう、ズラかぶって確認してからあの髪を決めないとね、心配。何回可愛いよね、本当に可愛いだってびっくりしちゃうぐらい可愛いね。えもこちゃんボブも似合いそう。昔でも結構ボブだった、昔こんぐらいだったよ。でも SKE 入った時期とかも多分肩につくぐらい。あ危ない、スイッチ落とした。そう昔髪の毛ね、あこ
これっすね。そう、むくちゃん髪伸びました。いや、こんな短くはないけど、めっちゃ髪伸びたよね。前は本当にこんなだったかな。スケイにあのオーディション応募した時はあのこんぐらいだった、うん、そう、あ、こんな、あ、これこれこんなでした。全然でもイメージ違う。そう、こんな髪の毛でした。ギフトありがとう。アップさん、ハート100個ありがとうございます。夫婦のメガネさん、トシさん、かわいい、ありがとうございます。さっき デビュー時の悩みと短いね、短いよね、悩さん髪。でもね、お披露目の時の悩さん好きなんだけど、かわいい。昔の写真と比べるとだいぶ長く、そう、長くなった。あと、なんでだろう、なんかさ、あ、なんかあの昔よりもだんだん目が開いてくるのかな。目がね、ちょっとずつ大きくなってってる感じする。うん、ね。ヤマンホーサンゴさん、三色団子ありがとうございます。初めて会った名古屋ドームの時そんぐらいでしたね。そう、多分こんぐらいでした。肩につくぐらいだったので結構ね、短かったかな。なんかあの頃の顔こんな感じだった。そう、こういう顔してた。なんだろうね。でも最近は結構ナチュラルだから昔とそんな顔変わんないかもね。時間見て、はっ、あと3分だ。ありがとう。 いじった、なんでもない、いじってないわ、いじってないわ、さすがに。まだ子供なんでね。よかった、気づいて、ありがとう、教えてくれて。4月になっても20年ねえ。いや、ここねえ、9時までじゃない。いや、途切れないんですけど、勝手にぶつ切りにはなんないんですけど、そう、なんでだかね。ではランキング読んでいきたいと思います。13位おうくん、ありがとうございます。12位 DD513、ありがとうございます。11位山本ちゃん、ありがとうございます。10位ヒロアイさん、ありがとうございます。9位、CD 大好きさん、ありがとうございます。8位大吉48さん、ありがとうございます。7位ゾンビさん、ありがとうございます。6位ガンズンさん、ありがとうございます。5位斉藤さん、ありがとうございます。4位大好きくんさん、ありがとうございます。そして3位トシさん、ありがとうございます。2位ヤマンホー3号さん、ありがとうございます。1位は、あ、そして最後1位はじゃん、ゲンチャさん、ありがとうございます。ありがとう、アニマコ配信、アニマコ楽しかった、ありがとうございます。でした。ちょっとあの、そう、20時で勝手に切れないんですけど、そう、9時なのかなって思うので、ちょっと聞いてみたいと思いますね。前に私が誕生日で15歳になった時は、中学生はまだ20時なんで気をつけてくださいって言われたんですよ。だけど高校生の15歳なら多分9時までいいのではって思うので、はい、9時だよ、本当？聞いてみたいと思います。ちょっと配信切ったら即聞きますね。ではねえ、撮って出し写真撮るので、皆さんおつまこってウニアバターを着てコメントしてください。お願いします。おつまこ、おつまこ、おつまこ、はい、ありがとうございまこでした。あー、はい、あー、人開いちゃった。バイバイ。スマコ、バイバーイ。あと3秒。